ダンス。さあ加藤さん、はい、本日はですねうどん日本一を決める U1 グランプリが開催されている代々木公園にやってきてますよ。なんか富山さんすごく気合が入っていますね。もちろんあのうどん県香川県のお隣の岡山出身ですから、ついに倉敷名物古市のぶっかけが日本一になる日がやってきたわけですよ。甘いですよ、東京も負けてませんから。今日うどんじゃないでしょ。武蔵野うどんが出ていますからね。私応援していますから。ママ頑張ってください。はい、え、なに群馬水沢うどん。あ、確かにね、群馬水沢うどん手強いな。確かに美味しいですからね。美味しいね。はい、いや負けません。それでは早速行ってみましょう。行ってみましょう。うどん食べるぞ。日本人のソウルフード、うどん。地方によってさまざまな形状や調理法が存在し、そのバリエーションは非常に多彩です。身近にありながらも実は奥が深い、そんなうどんの魅力を広く知ってもらうため、この夏日本全国の名産うどん、ご当地うどんが東京に集結、うどん日本一決定選手権 U1 グランプリが開催されることになりました。昨日今日とあのよさこいもやってるんですけれどね、同時開催で、はい、すごいですね今年もよさこい、ね。まあでも今回はメインは U1 グランプリですよ。これ私たちはメインこちらですからね、はい、よさこい盛り上がってますけど目もくれず U1 グランプリ行ってみたいと思います。会場には個性あふれる24の店舗が出店。中でも注目は倉敷の古市のぶっかけっていうのは、ぶっかけうどんを日本で初めて作ったのが古市のぶっかけなんです。そうなんです。今となってはね、ぶっかけうどんって結構いろんなとこがやってますけど、古市が最初なんです。香川じゃないんですね。違いますよ。こちらが倉敷名物ぶっかけうどん、そのお味は、あのこのぶっかけうどん専用に引いた、まあ、ソフトかつもちもちした食感の小麦粉と、あと利尻昆布とかを使って、 甘辛の出汁が特徴なんです。確かにちょっと甘い感じがする。そうそうそう、美味しい、うん、ここすごい人気です。花山うどんすごいね。大行列を作っていたのは群馬名産ひもかわうどん。混ぜて、あ、温泉卵美味しそう。ちょっとよく混ぜて、ちょっと、ま、混ぜるって言っても見て、この麺がすごい。何この麺すごい何この麺何食べてんのか分かんない。おいしい、おいしい、めちゃめちゃおいしい。いや群馬やるな。この後はそれぞれ気になる店舗を回って食べたうどんの投票をします。ギリギリまで悩んだ結果、終了です。どこ入れた？大満足入れた。あぶねー、びっくりした。あぶねー。日清食品プレゼンツうどん日本一決定選手権 U1 グランプリ2013、売上部門第1位は、岡山県ぶっかけうどん、倉敷うどんぶっかけ古市。来た。京香うどん第3位に続きまして、売上部門見事日本一を勝ち取りました。今か今かとこのうどんの大会が全国大会開かれるのを待っておりました。本当に嬉しいです。評価部門日本一は、群馬県ひもかわうどん花山うどん。やっぱ意外性とバランスが良かったような気がする。確かに、うん、いやーすごかった、熱かったですね加藤さん。そうですね、もう本当だったらその地方に行かなきゃ食べられないご当地うどんが一堂に会するなんて、やっぱり東京ならではのイベントですよね。うん、あと初めて食べるうどんがたくさんあって楽しめました、うん、楽しかった。まあでもちょっと東京武蔵野うどんが
ちょっと上位に入らなかった残念ですけれども、残念ですけど頑張りましょう。でも美味しいと思ったものが入ったのでよかったなと思いました、うん、はい。